1円玉をティッシュペーパーの上に並べます。こうするとちょうど7枚花形になるんですけども、1枚だけをちょっと離してこのまま、ペーパー使わなくてそのまま手で操作してもいいんですけど、ティッシュペーパー使った方が比較的楽に、だん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 こう単独でいる一円玉がですね、だんだんこの集まりの方に引かれていくはずなんですけど、それを表現したいんですけど、はい、一円玉が集まって6枚集まってる方にですね近づいていって、お互いが引き寄せられて、くっつきましたね。くっついてカチャンって感じですね。7枚こうちょうど花のようにですね集まって、単独でいるよりはくっついた方がエネルギー的に小さくて済むわけですね。表面張力的に、ね、よく水面にゴミが浮いてるとこう集まったりなんかするのと同じ理屈ですね。状態でこう花形が一番こう安定した状態なんだと思います。ここに海面活性剤ですね、洗剤を滴下してみます。表面張力が弱まるので、そこからこう逃げるようにして一円玉が動いていくんですけど、容器がちょっと大きいと、容器が大きいのでね、すぐには沈まないと思うんですけど、表面張力が結構保たれてるんですけど、どこかでチャポンといくはずです。あ、行きましたね。